選手はとにかくコーチが提示してくれたプランを信じて、それを本当に遂行するだけだと思っています。ゲームコントローラーとしてどれだけプレッシャーを軽減できるか、それからチャンスを見極めてそこを逃さずにアタックしきれるかってところが大事だと思います。まあ、練習だったり試合を重ねるにつれて、そこのチャンスが来た時の全員のスイッチの入り方だったり見極め方みたいなところはだいぶ良くなっていると思っています。もちろんここ落としたらそのグループステージ突破が難しいというのは本当にチーム全員認識してますし、ただ、それがプレッシャーになっているとかそういうのは特になくて、もう選手はとにかくコーチが提示してくれたプランを信じて、それを本当に遂行するだけだと思っています。まだ試合には出てないんですけど、このチリ戦、イングランド戦メンバーに入れなくて、本当にこう味わったことのない悔しさであったり、こうチームとしてもこのテストマッチとワールドカップ、こう全く違うプレッシャーがかかってくるっていう話もしてて、こうゲーム展開を見ていても本当に全く違うものがあったので、それをこう目の前で肌で感じて経験できてるっていうのは、これからさっき長いラグビーキャリア見てもすごいポジティブなことだと思いますし、明日の試合は本当にこう自信持ってプレーすることだけに集中してますね。こうもちろん勝たないといけないプレッシャーがかかる試合ですけど、もう自分としては初出場となるワールドカップなので、本当にこうエキサイティングな気持ちを持って自分の強みを存分に出していきたいなと思います。